はい、皆さんこんにちは。アナイと言います。アクリルガッシュ、聞いたことあります？アクリルガッシュという絵の具を使って風景画を描いています、そういうことを今からいくつかの動画で上げていきたいと思いますので、今日はまず道具、揃える道具、これぐらいあればできますよというところから話をしたいと思います。じゃあ順番に説明していきますので、何か質問があったらしてください。はい、お願いします。はい、まず、何が描きたいか。一つ風景だから風景が入りますよね。こういう写真、ね、こういうものを何か家にあればちょっと用意してください。なるべく大きい方がいいんです。小さい写真は非常に描きにくいので少し大きめの写真を用意してください。先生、これ写真を使うっていうことの理由というか、外で本当は描けば一番いい。写生に行けば、行けば、ただその場所でこういう新しい道具を使うということはまず不可能やから、練習という意味では家の中で練習ができるので、そういう意味で写真を使うというのは非常に有効やし、ただ自分がどこか行った時にものすごくいい写真が撮れたから、その写真は絵にしたいねんという、そういう記念のものとかがあればこの写真は有効に使えますよということですね。自分の撮った写真であれば僕はもう十分有効に使えるということです。最近のことやから、割とデジタルでね、写真とかお持ちやと思うんですけど、なんか現像した方がいいとか。現像した方がやりやすいですね。デジタルってやっぱりこう後ろからバックライトが当たってますから、そうするとちょっとこう色味が違う、そういう現像する方が色の色と色とっていう感じとしては近いので、現像する方が楽ですね。でもしパソコンが使えて、何かしらのソフトが、ペイントショップとか、いろんなそういうソフトがちょっと入ってるんなら、自分でこういうものが結構簡単にプリントアウトできますよね。もしなければスマホかなんかで撮影したやつをカメラ屋さん持っていけば、なるほど、はい、それだけ、はい、それが一つ。はい、その次です。当然下絵を描きますので、下絵を描くために鉛筆が必要です。でこれはもう例えばこんなスケッチ用の鉛筆とかってあるんですけど、別にこんなもの使わなくても普通に家にある HB の鉛筆でそれで十分使えますので使ってください。それから、ものによっては消しにくいということなんですね。消しゴムを必ず使うということはないですので、それはあってもなくても構いません。はい、じゃあ次、絵の具の方いきます。アクリルガッシュと書かれています。これが今回使う絵の具の種類です。でこれによく似たものに、例えばこれはですね、アクリックと書かれています。まあそれは当然会社が違うので名前も違うのですが、これはアクリル絵の具です。でこれはアクリルガッシュなんです。どう違う？これ言うたらこれは透明感が非常に強いですね。透明な感じの色なんです、ね。ただアクリルガッシュっていうのは、ガッシュっていう名前がつけばこれ不透明な色なので、下に塗った絵の具の上に違う色を乗せれば下の色が消えてしまうという絵の具で、アクリルの場合は透明感が強いですから、ものによっては下に塗った絵の具の上に違う絵の具を塗っても下の色が出てくる、そういう中で。なるほど。で両方一緒に併用して使えますので、気に入った絵の具があれば使っていただいて、私もこの両方使っていますので、別に問題なく使えます。ただ今からそれよっていうのであれば、アクリルガッシュの方が使いやすいと思うんです。で家に例えば中学生とか高校生とかがおって、ああ学校で使ってたねっていう、こういうアクリルガッシュ、今割に学校で使えますので、このサイズですね、これスクールサイズなんで一番ちっこいやつね、これもし家にあるんなら、それそのまま使います。小中学生なんかが使ってる水彩絵の具とか、それからポスターからなんか瓶に入ったりなんかして、はいはい、ああいうものとはちょっと別の、別物ですね。はい、別物なんです。でこれはアクリル系かアクリルガッシュかアクリルでなかったら使えません。これは水彩の具と一緒にはちょっと使えないですね。下に水彩の具を塗ってて、その上にアクリルで塗るぞ、これは可能です。これできます。ただアクリルの具を塗ってその上に水彩を塗るとこれは弾いてしまうので使えない。なるほど。できれば、まあ、このサイズでも構わないんですけど、これね透明水彩みたいにシャバシャバリドリで使わないので、結構そのままでもちょっと足して使えますから、このサイズですとちょっと足りないかもしれない。でも最初に練習するにはもうまずこのサイズがあればいいと思います。減りが早いっていう。減りが早いです、ね、早いです。それからアクリル系って今結構たくさん出てまして、例えばこのターナーという会社なんかこういう和のシリーズとかっていうのを出しています。でこれは日本の色に合わせて作られているので、
非常に使いやすい色がたくさんあるので、私も結構重宝します。重宝します。ですからこういう、あとは、まあ、基本の色があれば、あと自分のこういう好みの色を、使うと、買ってきて使うということも大事かなという。これ基本単品買いですか？普通は12色で。12色のセット。セット。1,200〜1,300円かな？普通で買うと。はそれちっちゃいサイズが多いんですかね？このサイズですね。このサイズね。このサイズ。はいはいはい。でね、できるだけね、安いとこ探してくださいって言うんですけど、画材屋さんが近くにあれば、画材屋さんで買えるかなと思います。うん、で、アクリルラッシュは結構今最近その学校で使ったりするので、文房具屋さんでも置いてるところは結構あるはずなんです。うん、だからそういうところを探して食べたらいいかなというふうに思います、うん。はい、次に必要なのがパレットになりますね。でパレットはこういう紙パレットを使うんです。これ油絵の紙パレットです。使ってる最中、はいはいはい。で紙ですから当然汚れれば1枚ピリッとやってしまえばいいんですけど、常に白いやつ使えるんですが、実は白いパレットって結構使いにくいんです。こうなれば重宝します。この上で違う色が出たら、うん、要するに絵の具塗るときって普通真っ白系のところに絵の具塗るってことはほとんどないわけです。周りに色があるところに色を置くわけで、そうするとこんなふうにごちゃごちゃに汚くなってる上の方が絵の具が分かりやすい、はい。水彩の学校で使ってたパレットとかが家に使えます、あったりはするんですけど、使えます。ただね、固まると取れにくいっていうのがアクリルの特徴がちょっとあるので、うん、後ですごく剥がしにくいという場合が起こったりします。なるほど。で、教室で習いに来てる生徒さんなんかは自分の家のこういう、まあ、表面研究所ですが、こういうものをの切ってこの裏側を使われる、でこれ非常に使いやすいパレットになりますので、これであればただで自分でちょっと家で作れますよね。でこういうのは自分にパレットとして使えます。なるほど、はい、工夫してみてください。次、筆です。筆結構、大事なので説明をしましょう。筆って種類がいっぱいあるんです。で実はこれよく使うのはこれ油用の筆です。油用の筆で実際によく見る筆ってこんなんですね。この長さの違いです。で油用の筆ってのは基本的には一番端っこを持って書く、こういう筆です。ほうほう、うん、だからできるだけ端っこを持って塗るというための筆で、これはそんな形にはしませんね。これは普通この一番端っこを持ってこのままで描く、うん、やればわかりますが、こんな長い筆でこんなの使うと非常に描きにくい。これはこうです。でこれはね、白で、ブタゲと言われます。ブタゲ白です。一番硬い、一番一般的な油用の筆です。で私はこれ初めからこうやってカットされたものをよく使いますが、これは大変こうゴシゴシとするときに塗りやすいのでこれを使っています。かなりゴシゴシ塗りますので、これが使っている最中ですが、こんだけちびってしまいました。はい、これぐらいに結構ゴシゴシと塗ったりするのには便利です。で腰が強いので少々ビュービュービュやってもへこたれません。だから最初に塗っていくにはこういう、油絵用のブタ毛が便利かな。値段的にもそんなに高くありませんので、これを使ってみてください。何本ぐらいそれ持っとくと、各作品の大きさによるんですけど、例えばこれ16号って書いてあります。で私はよく50号とか大きな作品書くんですけど、うん、それがちょっと物足りないかな、もう一つこの上の20号以上のここに20とか16とかで書いてありますから、この書いてある号数が大きくなればなるほど大きいです。だから大きめ、小さめ。普通に揃えるんであれば、これで、はい、これ8号です。8号から10号ぐらいが1本あって、あと6号とか8号とか、ちょっと見せましょうか。これ6号です。細いでしょ？で、これ8号です。ちょっと太くない？で、これぐらいの筆の太さがあれば、だから6、8、10、3本持ってれば、なんとも足りない。3本、うん、でもし家に水彩の筆があるんですよという場合はそれを使ってください。それでいきます、うん、だから子供の筆が残ってんねん、あるいは書道で使ってて腰が折れてもらうてんねんという筆の顔も十分使えますので使ってください。まあそういったあのご家庭にあるとして、
一本だけ買うならばその豚毛の硬いやつ。硬いではない。なるほど。はい、普通に家にあるやつは多分この系統ですね。アクリル、あのビニール系、そういう系統が多いと思いますので、もし1本だけ仕入れときたいってなったら豚毛を1本仕入れる。でこれなんか小学生が使うやつ、私こういうものを重宝するんですけど、小学生がよく使うセブロンと言われるやつですが、これなんかも使いやすいです。もしこんなのが家にあれば、なるべく筆ちょっと探していただいて家にあればそれ使ってください。じゃあ次に、何に書くかなんですけど、私今から説明するのは基本的にキャンバスです。キャンバスです。キャンバス見えます？はい、はい、これ12号ちょっと大きめのキャンバスですね、うん、はい、でこれね、ついでだから見てもらいますと、今度もいっぱい線引っ張ってます。わかります？わかりますか？はい、はい、これ基本の線なんで、これまた説明しますね。はい、とりあえず今今日材料として使うキャンバスであれば、このキャンバス、これ方眼のようなものが書いてあるものが売ってるんですか？違います。これ自分で鉛筆で引っ張ってます。半分やとか4分の1やとか3分の1やとかのところに線を引っ張っています。私はそんなやり方をするので、それまた説明をしては十分にしましょう、はい、キャンバスね、これ油絵用なんです。で最近は後ろ側を見てもらうと、ここにちょっと紙が貼ってて、油絵、アクリル、併用と書かれているキャンバスが結構売っています。でそれが一番使いやすいかな。油絵用ですよっていうのも当然使います。ただたまに弾くことがある、油絵用、油絵、アクリル、併用と書かれたやつが一番確かかなというふうに思います。ちなみに100均に売ってます。100均はこれ朝、普通これ朝ですけど、これは朝ですけど、100均のキャンバスは綿です。やばいです、うん、で100均でもし仕入れたろうというのであれば、同じ金額100面ですから、こういうボードっていうのを買ってます。これキャンバスボードって言います。で値段もこのキャンバスと比べると相当安くいけます。ですから最初に書くんであれば、こういうキャンバスボードで十分です。家に厚紙がありますね、使います、使います。それでも書くんです。十分にしっかりしたものであれば使えます。ダンボールはちょっと使いにくいと思います。実際やりましたがボロボロになりますので、あまりおすすめはしません。厚紙は使えます。硬い方がいいんですか？硬い方がいいですね。そこはもう下に硬いも引いて、その上に紙でも構わないんですけど、その紙の話はちょっと今から出てくるんですけど、普通に例えば家にこういうスケッチブックがあるんですよという場合には、このスケッチブックを使うことになるんですが、これ普通のやり方ですね。こういう、こうあって、こう開けている。こういう。だからこれはいわゆる画用紙です。画用紙ですね。画用紙っていうのは非常にこう病ので、水をたっぷり含ませますと、デコボコになってしまいますね。ボコボコボコします。あれ、水を入れた時そうですよね。そんなふうになりますが、まあ、これもどういうのは使えるのは使えます。だから家にスケッチブック買って、とりあえず試しに塗ってみたいというのであれば、これでも OK です。変な話です。スケッチブックで一番使いやすい。ドッカーのこういうやつ入れてとか、後ろからのやつ、この目の前のやつ。で、アクリル絵の具は、ね、一度塗ってしまうと、10分か15分で乾いてしまうんです。で、一旦乾くともう膜が張ってしまいますから、まあ、その上にいくら塗っても、これは全然変化がない。水彩なんかは紙が水吸っていきますよね。うん、アクリルも最初は吸いますけど、一遍乾いてしまったら膜も張ってしまう。それ以上吸わない。吸わない。ああ、なるほど、なるほど。蒸発するだけで吸わない。だからその上から何も塗っても大丈夫です。変な話や。厚紙のもの。で、ついでながら、スケッチブックを買おうかなというのであれば、こういうスケッチブックがあるんですよ。これ実際、先ほどちょっと今、プラークで書いてますけども、周り中をノリで留めてる。ノリで留めてるスケッチブックを売ってるんです。でこれは便利です。でこれ少々ここに水バシャバシャにつけてもデコボコはしにくいです。だから後で一枚ずつ剥がさなあかんから面倒くさいんですけど、スケッチブックは便利だ。ちなみにこのビファールっていうのは水彩紙です。水彩を描くための紙です。それでも十分にこういう形でアクリルは描けます。とりあえずアクリル用というものがあるわけではない、わけではない、はい、はい、水彩紙で描きます。水彩紙で描きます、はい。あとあれば便利なキッチンペーパー、これしっかりするので紙がね。で普通のティッシュペーパーだとちょっとやばいですから、もろもろが出たりします。こいつそんなことないので、使い方としてはこれを拭いたり、筆を拭いたり、はい、筆を拭いたりするんですね。使いますね。布でも構わないんです。
ボロンを持って、布で拭き持ってやっても構わない。はいはいはい。それでも構わない。キッチンペーパー何かと1枚あればね。これ、書き方としてはお水で溶いて。え、そうなんです。で、このアクリルラッシュの一番の特徴はね、要するにお水で溶いて、お水で洗うっていう。水しか使わないので、要するに水彩絵の具だよっていうことです。ところが、じゃあカンバスに何で書くの？その油絵みたいなタッチが出るんです。だから水彩でありながら油絵みたいにも塗れるし、水彩みたいにも塗れる。そういう用途は非常に広いので、これは便利な代物やと。用意していただくのは水だけです。これ水入れは、あのね、気にする人は溶く水入れと洗う水入れと別にしてあります。で、絵の具溶く用ね、これは絵の洗う用ねってのがあります、絵の洗う用は大きめ、溶く用は小さめ、それは構いません。面倒くさければこれ1個やっといて、ここで洗って、ここで絵の具、それはもうちょっと。ただ濁ってくると当然水の濁りが出ますから、しょっちゅう変えて新しい水を入れてやるという必要があります。初心者はここからが OK で、こんだけ濁るとさすがにあかんなとかっていう判断がつきにくいので、まあまあ2種類用意しておくと。で、子供が使ってたやつで、もっと大きなバケツみたいなやつで、中から3つ分かれてるやつでしょ。はいはいはい、もし家にそんなやつがあるんなら、これはもう一番使いやすい。これぐらいあれば、これだけあればとりあえず始められます。じゃあ町の画材店へ行っていただいて、なければちょっといっぺん文房具屋さんを見ていただいて、そこで探していただくと、必ずこういうアクリルガッシュ、最近割によく置かれていますので、はい、非常に手には入りやすいと思います。また動画の概要欄に貼っとくので、とりあえず、これを道具を揃えていただいて、いいからね、ちょっと一緒に制作に、割に思ってたよりも、その油っぽい感じが水彩だけで簡単に出るので、もちろん油みたいに匂いもしないし、ねじねじもしない、乾くのも早いですから、乾いて10分ほど置くときは乾いて平気になりますので、そういう代物ですので、すごく扱いやすいです。ですからちょっと一緒に学んでいただくと、ちょっと自分が塗るときに、あ、油絵が塗れるぞという感じが使われるのではないかと。はい、じゃあ次回の動画からは早速制作の方に入って、はい、見ましょう。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうも、はい、楽しんでいただけましたか？チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。